ゴジラシリーズゴジラエビラモスラ南海の大決闘。ゴジラエビラモスラ南海の大決闘は、1966年12月17日に公開された日本映画で、ゴジラシリーズの第7作である。制作は東宝。平映は、これが青春だ。初回公行時の観客動員数は345万人。本作品の公開年である百六十六年五月。 東方は、キングコング対ゴジラ制作の際に、アメリカの RKO 社から取得した、キングコングの5年間分のキャラクター使用権を活用して、もう一本、キングコング映画を制作しようと、南海のことを舞台に、キングコング、エビラ、モスラの三大怪獣の登場する、特撮映画、ロビンソン・クルーソー作戦キングコング対エビラを企画する。監督には、福田淳を予定し、 関沢慎一によって脚本化されたが、アメリカ側が内容に難色を示したため、この企画は仕切り直されることとなり、よりが作色の強いキングコングの逆襲として翌年に制作されることとなった。一方、不採用となったキングコング対エビラの脚本は、主役のキングコングをゴジラに置き換え、ゴジラシリーズの一編として再利用されることとなり、 本作品は制作された。本作品におけるゴジラがキングコング対ゴジラのキングコングに近く陽気な性格になっていたり、落雷を浴びて復活する描写が見受けられるのはこの経緯による。このキャラクター性の変化は子供たちから好評を得て、以降の昭和シリーズが子供向け路線へと転換する一因となった。島の娘、だよには、 内藤陽子や酒井若子に続く1966年のホープ、高橋の子が起用され、撮影も開始されたが、彼女は急性虫水炎で入院してしまう。そこで、ゴジラ映画なら、と、急遽、水野久美が代役を務めることになり、当時29歳の水野が19歳の高橋を、想定して書かれたシナリオのままに演じている。また、 モスラ以来ザ・ピーナッツが演じてきた小美人は本作品では彼女たちと同様に双子タレントであるペアバンビに交代している。本編監督や音楽担当もそれまでのゴジラシリーズの主軸を務めた本大志郎から福田ジュニへ、伊福部明から佐藤正樹へ変わり、作風もそれまでの重厚なものから軽快なものへ変わっている。特殊技術スタッフも 撮影の有川さだまさが監督補に昇格し、事実上の特技監督を務めた。キャスティングも眼帯をつけた平田明彦、田崎純の司令官など、それまでの作品とは善悪が逆転したパロディ的な要素が見受けられる。特に平田は、それまで怪獣や宇宙人と侵入することはあっても決して怪獣に殺されることはなかったが、本作品では、 エビラのハサミによって船諸とも海に沈められるという、ファンの意表をつく死にざまを演じてみせた。ラストのレッチ島崩壊シーンは、大冒険の流用である。当初、東方の国際部では本作品に、エビロ、ホラー・オブ・ザ・ディープという英語タイトルをつけて、世界各国へ売り込んだが、アメリカでは、ゴジラ vs ・ vs ザ・シー・モンスターの題名で公開された。タイトルクレジットがべて英語に変更され、 セリフもすべて英語に溢れ越し直されている。英語版の演出は、ピーター・フェルナンデスが担当した。青年、リョータは、南洋で、マグロ漁船ごと行方不明になった兄の漁師、いよいよ太志が生きているとの恐れ山るいた子の託船を、信じ、マスコミを頼って一人上京してきた。ヨットの賞品がかかった、耐久ラリーダンス大会を知り、会場を訪れたリョータは、 途中ギブアップした出場者の大学生、新田、市野と知り合う。その晩、葉山海岸に向かった一同は、港にあった太平洋横断用のヨット、ヤーレン号に無断で泊まり込むが、そこに分けあり風の男、吉村がオーナー顔でいた。翌朝目が覚めた一同は、両太の手で、ヤーレン号が港を離れはるか海上にあることを知り、さらに、吉村の金庫破りを報じる。 ラジオニュースを聞いて驚く。こうして、両太の兄探しに同行する羽目となった、吉村らだが、突如ヨットを襲った、暴風雨の中で巨大なハサミに襲われて、遭難、南海のことを列地島に流れ着く。島に上陸した一同だが、この島は秘密結社、赤い地区の工場となっており、核兵器の製造が行われていた。両太らの見守る中、黄色い液体を海に巻きながら、 島の鳩場に赤いだけの定期輸送船が入港してくる。その時、小舟を奪った脱走奴隷が海へ出たが、たちまち現れた巨大なエビの怪獣、エビラの餌食になってしまう。ヤーレン号を転覆させたのは、エビラの巨大なハサミだったのだ。定期連絡船の巻いていた金色い液は、好みの汁で、エビラの苦手とするものだった。赤いだけは、巨大が モスラの住むインファント島の住民を強制連行して労働をし、この黄色い汁の製造に従事させていたのである。島からの脱出案を練る吉村らは脱走してきたインファント島の娘、ダヨと出会う。ダヨはいよいよ太志がインファント島で無事にいることを両他に教え、行動を共にするようになる。彼らは偶然島の谷底に眠っていたゴジラを発見。 平い割を急ごしらいし、落雷による電気ショックを与えて復活させる。覚醒したゴジラは本能的にエビラと戦うが決着はつかなかった。ゴジラは島で暴れ始め、ダイコンドルや赤いだけの戦闘機体と一戦を交えながら赤いだけの重水工場へ向かってくる。吉村は得意の城前破りで基地に潜入、一方赤いだけに捕まり、 インハント島民と同じ洞窟へ監禁されたニッタは彼らに呼びかけて偽の黄色い汁を作らせる。やがて防衛戦を突破したゴジラは施設を破壊、赤いだけは基地放棄を決め島の自爆装置を作動させる。しかしエビラよけの黄色い汁が偽物にすり替えられていたため脱出した赤いだけはエビラにより全滅する。ゴジラとエビラが 再び壮絶な激闘を繰り広げる中、目覚めたモスラが島民たちを救出するべくレッチ島に向かっていた。ゴジラ、エビラ、モスラ、小美人は各項目を参照。その名の通り巨大なコンドルでレッチ島に住んでいた。エビラとの戦いに引き分けた後、岩山で居眠りをしていたゴジラを奇襲し、くちばしで攻撃してゴジラを苦しめるが、熱戦を浴びせられて海へ墜落する。 南洋の島列島で秘密裏に水爆の原料である重水を製造していた秘密組織。英字表記はレッド文房。全員軍服を着用しており、胸の前で右腕を水平にする独特の敬礼をする。隣島のインファント島の人間を連行して強制労働させ、好みからエビラよけの黄色い汁を製造させていた。島で眠っていたゴジラの目覚めにより、 基地を破壊されて水上堤で逃げようとするが、にったらに黄色い汁をすり替えられていたため、エビラに襲われて沈められた。映画クレジット順。ありがとうございます。